名前は飯尾飛鳥です。出身が東京都、東京にずっと住んでたんですが、2017年クリスマス頃にロンドンに移って、それから2年ほどロンドンで過ごして、そこからコロナ禍が始まる少し前ぐらいに東京に帰ってきて、それからずっと東京を拠点にして活動してます。アートに興味を持ったきっかけは、家族ですね。母がもともと漫画家兼イラストレーターで、私を産んだ後に漫画家からイラストレーターに転向したんですが、それ以外にも父方の祖母と母方の祖父が油絵を描いていて、ずっと家の中では制作している人がいるような環境だったので、それに影響を受けて制作をするようになりました。今回のテーマは生活に溶け込む自然です。私は東京の井の頭公園の付近が出身なんですが、そういった環境のこともあって、生活に自然を取り入れるっていうことを大事にしています。それが作品にも反映されていて、今回の展示にも生活に溶け込む自然っていうものをテーマにさせていただきました。今回のメインビジュアルは積み木をテーマにした作品です。私は趣味が積み木なんですが、積み木って子どものおもちゃっていう風にして認識されてるんですけど、プリミティブな形を積み上げてできるユニークな形っていうのは大人にもとても魅力的だと私は感じていて、その魅力を伝えられるような作品を制作しようと思って作りました。ノームってすごく完成された空間なので、今回の制作は空間のノイズにならないことっていうのをとても大切にして制作をしました。なので理想としてはノームの備品みたいに見えることが理想だなって私は思っています。なので空間とのマッチングを楽しんでいただけたらと思っています。